ダウンタウンの松本人志さんが3日東京台場のフジテレビで自らがコメンテーターを務め4月から日曜午前の放送に生まれ変わる番組「ワイドナショー」の初収録後に会見バラエティ番組「笑っていいとも」の最終開拓版で不仲説が伝えられていたトンネルズらと共演したことについて聞かれるとみんな楽しんでもらえたみたいなのでよかったなと思ってるんですけどね ああいいうののをみんなな待っていたのかなピリピリしたハラハラするドキドキ感覚みたいなものをと語った番組の収録でも「いいとも」について取り上げており番組 MC の東野浩二さんはレギュラーもさせていただいて一つの歴史が終わったなという感じですね今回の番組でもいろいろ聞けて面白かった松本さんは何か聞いたら「いいとも」が。 10月からまた始まるってと笑わせた番組 MC を務める東野さんは時事問題などについても勉強してまして関西で仕事が舞い込んだと笑顔松本さんは僕は徳は何もないんですよ結構な高確率でヤフーニュースでディスられるとぼやきネットニュースに取り上げられるが視聴率に一切反映してないというところが問題まあでもしょうがないですよね この番組をやる以上、ある程度は覚悟していますとコメント。東野さんは、現在のところ、上半期の流行語対象は、ネットが割れるですから。と、松本さんが、いいとも特番で連発した言葉をネタに笑わせていた。